してください。どうも皆さん、おはようございます。カタカナで布団です。今回はハイウェイで、やっていきたいと思います。フィギュアヘッズ。でですね、今回はヨランダヘビーアサルト、ヨランダっていうフィギュアヘッズでヘビーアサルトをやっていこうと思います。まあもうね、ロザリアが鉄板なヘビーアサルト時期なわけなんですが、まあここはね、ヨランダ、新しくね、出てきたフィギュアヘッズヨランダを、まあ時期に使ってね、ちょっとやっていきたいと思います。よろしくお願いします。いやー、ハイウェイはね、正直ストライカーのね、ストライカー神マップなので、正直厳しいかもしれないんですがね、まあやっていきたいと思います。今回は NNR のガトリングを持ってきたので、まあ、パッチが入ってね、命中が他の武器よりも高いと、命中値の値が。ということで、まあ、割と使いやすいですね、使った感想ね。割と使いやすくて。やっぱね、NNR の武器は使いやすいというか、当てやすいっていうような、武器だなという感じですよね。やっぱ今回のアップデの。そういった位置づけで多分やっていくんだろうなっていうのが、まあ、感じられたアップデだったのではないでしょうか。まあ他にもね、アップデされたものあるので、その辺もね、使っていけたらなというふうに思うんですけど、まあよろしくお願いします。どうしようかな。スナイパーの人が、北行くべき？じゃあいけるかな、ヘビーで。全然ヘビーやってないので、まあ、最近ね、ほんとこうやって動画撮るようというか、まあ撮ってもね、なんか不甲斐ない成績にならないようにちょっと練習してたりするんですけど、味方が上か、スナイパーの人が上行く、上行く感じか、あ、上行く感じか、 OKOK。通しちゃったか、パレット染めない、あ、まずいまずい、あぶね、おお、なんだなんだ、何が起きた、これトツ決めに行こう、これいけるやろ、厳しいか、 OK、 おお、 OKOKOK、 これよ、この継戦能力、ただオーバーヒしそう、あ、オーバーヒした。案の定、でもほんとオーバーヒ感覚が、あ、やべ、あ、死んだ。もうほんとオーバーヒ感覚がね、ダメなんですよね。もう少し頑張っていきたかったんですが、失敗しちゃいましたね。普通にキャノン来てるの気づかなかったっていう超ボンミスで終わっちゃいましたね。すげえな、あそこ生き残るんやな。あー、ただねー、おお、いけるか、でも行くしかねえ、これは。染めてやろう、これは染めてやる、味方がいい位置に置いてくれてるから。さっきの復讐もあるしね。そしてヨランダなので全開、いいっすね。裏取っていこう、綺麗に取れました、よし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 、あ、まずいか、染めさせない、あ、容器いつまいかやられてる、ふう、当たらないか、
いいポジションに置いてた両機がやられてますね。あれ俺に撃ってくんのこれ。オッケーオッケー。まあただね回復するからね。オッケー、倒したけどまたオバヒー掘りません。オバヒーが、オバヒーが止まらない。まあもうね、ヨナンダなので回復は割とね自由にできるので、適当にねリペア置いていつでもね使えるように。寄り切れないか、待って。お、味方ナイス。よし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 、回復。まあ、ただフルにね回復するのはなかなか厳しいので。オッケー、向こうにもいるのか。タレット染めてみる。ちょっと感度をね変えました。戦士をちょっと、マウスでいう戦士をちょっと上げました。ちょっとじゃないな、だいぶ上がってますね。お、味方ナイス。あー、しまった。今の合わせでやっとけば。すまん味方、圧倒的回復。あ、まずいかこれ。あ、違うな。 BR フォント、この発射する位置が分かんない系やめてほしいな。よしよしよし、オッケー。味方がもうだいぶ攻め込んでるので僕も攻めに行きたいな。ただリペアがちゃんと置けてないので。そこか、じゃあこっちだな。オッケー、行こう。ここはもう攻め上がろう。ヨランダだから回復。オッケー、あー、またオバヒー、またオバヒー、そして敵多い、まずいな。これ逃げようか、これ逃げよう、これ無理だわ、さすがに。3人目いる。そっち行っちゃったか。ナイス味方突。オッケー、オッケー、よしよし。あ、これやりに行きたいな。リペアを置いて間に合うか。アップねー。オッケーオッケー。ふう、2個目の EMP 忘れてた完全に忘れてた。あー、ちゃんと回復してからでもよかったな。オッケー、オッケーオッケー、回復、超回復。あー、間に合わなかったか。くぅ、まずいな。こっちこっち、いやー、ダメか、くっそー。くぅ、回避しきれなかったな。ちゃんとね回復をしとけば普通にいけた感じはあったけども、まあしょうがないっすね、しょうがない、こればっかりは。
頑張れ、切り方ナイス。いいですね。ちょっと今回はちょっとボコボコな試合だけど、まあまあまあいいでしょう。いやにしてもヘビーはね、ほんと戦闘スコアが稼げちゃうので、すごいなんかいい成績に見えるんですけど、2レスしてるので8レスのうちね、8レスのうちね、あんま良くないですよね。ナイス。あれどこ行く。あれまだ帰る。 OK。もう上がっていくぞ一気に。あ、うわー、マジかー。あー、両機が倒しちゃったのか。両機が倒してなかったら回復していけたんですけどね。やっぱ軽率だな。ちょっと倒せるの楽しくて、ちょっと軽率な動きが多いですね。いや、オッケー。まあこれ終わりですね。ということで、ご視聴ありがとうございました。ちょっとねボコボコな試合だったんですが、まあヘビーが苦手な僕にはまあちょうどいいんじゃないかなっていうふうに思います。ということでご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。おやすみなさい。